しのみちゃんです。今ちょっとね、たまたまね、家いるときにね、急遽ね、発表されたんですけども、ユニバーサルクールジャパン2022の全作品が発表されました。イエーイってことで、いやもうね、ついですよ、ついに。で、クールジャパンっていうのは、その知らない方のために説明すると、その日本のアニメとかゲームに特化したイベントなんですよね。で、普段は1月からね、やるんですけども、今回の開催期間は3月4日から8月28日の間にね、やるんですよね。で、全部で5作品とね、コラボすることが決定するんですよね。で、まず発表されてたのが、モンスターハンター。で、モンスターハンターに関したら、1月からスタートするんですよね。で、ハンターハンター。そして、メンターテイコナン。そして、新しくね、2作品がね、発表されたんですよね。それが、進撃の巨人と、セーラームーンですよね。で、僕的には予想としたら、進撃の巨人とルパンと予想してたんですけども、その予想はちょっと外れちゃったんですけども、今回ね、進撃の巨人とセーラームーンがね、復活ということで、めちゃくちゃ嬉しいですね。で、今回発表された情報ですね、紹介していきます。で、ちなみにですね、このコミュニティ TV ね、まだね、クールジャパンのイベントが始まったら、またね、最速でね、レポね、出すんでね、ぜひね、チャンネル登録お願いします。で、このおまみ TV ね、今年までに本気で10万人ね、登録者数ね、目指してるんでね、ぜひね、拡散ね、お願いいたします。じゃあ早速ね、紹介していけば、まみちゃんとコラボしなかったで、今からね、ちょっと紹介するんですけども、今回ね、急遽ということで、ちょっと部屋が質素すぎるんですよね。だから、ちょっとでもね、ユニバ感出すために、もうユニバマスクしてます。ぜひご了承ください。そして、まず1個目が、進撃の巨人ですよね。で、今回発表されてるのは、まず、アトラクションとグッズがね、発表されてるんですよね。で、アトラクションですね、進撃の巨人 X ライドですね。で、こちらですね、場所が、スペースファンタジーザライドで、アトラクション形式が、まあ、コースター、まあ、XR ライドなんですよね。で、これ内容を見たら、その、クールジャパン2020と同じ内容ですよね。うん。次々と迫り来る驚愕スケールの巨人と対峙する極限の恐怖や縦横無尽に飛び交い駆け巡る調査兵団の立体機動バトルに巻き込まれるリアルな疾走感をコースターの重力、スピード、VR 映像と完璧にシンクロさせたライドアトラクションですって書いてあるんですよね。いやー、これね、復活ということで、僕ね、今までのエクストラライドの中でもこの進撃の巨人がトップクラスでね、良かったんですよね。だからこれね、もういろんな人が満足すると思いますよ。本当ね、めちゃくちゃ楽しいですね。で、またこれ始まったらね、また開演から閉園までね、どれだけ乗れるかチャレンジやるんでね、ぜひね、またね、待っててください。うん。で、今回ね、オリジナルグッズもね、まあ、紹介されてるんですけども、で、これもですね、その再販のものがあるんですけども、2022の新商品もね、あるらしいんですよね。で、これに関してはね、またね、後日発表されるらしいので、またね、それもね、また楽しみですね。いやー、進撃はですね、ほんまにアニメがほんまにファイナルなんで、もうこれもマジでファイナルと思うんですよね。だから最後の進撃の巨人、ちょっとわかんないですけども、思いっきりね、楽しむかなと思ってます。そして次がセーラームーンですよね。セーラームーン、いや、まさかセーラームーンが帰ってくるとは思わなかったですわ。で、セーラームーンの場所はシネマ 4D シアターなんですよね。そしてこれ概要を見たら、日本だけでなく世界のファンからも熱烈な人気を博したセーラームーンザ・ミラクル 4D ムーンパレス編が、今回はドレスアップしたセーラー獣戦士の武道会シーンも追加されて、デラックス版としてね、再び登場するって書いてるんですよね。で、完全オリジナルの 3D 映像をかける空間をフルに使った環境演出によって体ごと作品の世界外に包み込まれますって書いてるんですよね。幻想的な変身シーンに加え、戦士としてのかっこいい姿と女の子としての可愛すぎるドレス姿の2つの魅力に圧倒的なときめきが湧き上がりますって書いてるんですよ。いやー、すべての乙女たちの憧れが現実になるパークでしか体験できない究極のミラクル体験を楽しんでください。いやー、いいですね、これ。今回ですね、その僕びっくりしたのが、今回このセーラームーンがやる場所がシネマ 4D シアターなんですよ。そして、ハンターハンターがする場所もシネマ 4D シアターなんで、つまり、夫婦コラボですね。ユニバ史上初の夫婦コラボじゃないですか、これ。
いやーすごいね、これ絶対合わせてきたでしょこれ今ハンターハンターが来るからセーラームーンって、うん、いやまたこれもねまたすごい楽しみですね。でセーラームーンのフードとかグッズもねまあ、新登場するらしいんですけども、これもねまた後日発表されるらしいので、またこれもね発表されてねまたね紹介しようかなと思ってます。はい、じゃあからですね、今回発表されたクールジャパン2022のね、新情報ですね、紹介していきました。いやー、新劇の部品はなんとなく分かってたんですけども、セーラームーンはちょっとね、びっくりしましたね。でも個人的には、新劇の巨人のエクストラライドはいつか来るんじゃないかって思ってたんで、まあそれがね、また来てくれてすっごいね、嬉しかったですね。でまたこれからのね、クールジャパンのイベントもね、また楽しみですね。うん。いや、豆ちゃんとコラボしなかったんかい。いや、豆ちゃんコラボはまた来年ということで、はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画あげると思うので、チャンネル登録とか、通知ボタンも忘れがいただけで、バーイ。